皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、ちょっと一度やってみたかった SNS で結構流行ってる偏見ですね。皆さんからの偏見をいただいて、どういうふうに私が皆さんから思われてるのかっていうのをこうちょっと質問箱にねたくさんいただいたので、それを回答していこうと思います。結構なんかもう大喜利みたいになってることも多かったんですけど、ちょっとたくさん本当いただいたので紹介できないかもしれないんですが、見ていこうと思いますね。じゃあまずどうしようかな、ヒサロイってそうっていうのも結構ありましたね。でも確かに肌が黒いというか、もともと地黒なんかな。でもさすがに昔ほどもうなんか外でやるいろんなね、あのスポーツやる機会も少なくなったので肌は白くなってきました。ヒサロは高校生の時、そうなんかギャル時代ですかね、ギャル時代の時は高校生の時にヒサロに行ってたから、まあ嘘で、偏見ではないですね。偏見っていうか嘘ではないですね。実はとてもビビリか。いや別にビビリではないと思う。結構何でもやりたがりだし、怖いもの知らずではあると思うけど、それこそホラー映画とかはめっちゃ好き。黒い系なのも好きだけど、なんか昔より声が出るようになったっていうか、驚いた時に、っていう声が、なんか昔はふってこう、なんか我慢できるのがあったんですけど、今は、あーって声出たりするから、まあ、ビビリになったんか、まあ、富士急ハイランドを昔行った時の、お化け屋敷は、別にそんな全然怖くなくて、友達2人が私のこの両腕をガッてこう掴んで行くみたいなくらい、私は結構平気でしたね。これやばかった。これもう次。実は男に貢がせていた、だって。もう逆。もうYouTube ライブ、生配信とかね、結構ざっくばらんにっていうか、皆さんからいただいたね、話とか、もう本当にただただ雑談するだけなので、YouTube ライブ見ていただく方はわかるんですけど、どっちがっていうと、私は貢ぐタイプだったんですよ。本当に貢いでた。貢いでたっていうか、もう貢いでくれって言われて貢いでるわけじゃなくて、なんか買い物の中でね、これいいよねとか、これ欲しいよね、なんか買いたいわみたいなことをこう言ってるのを覚えておいて、何でもないそういう記念日とか誕生日とかじゃない時にサプライズでプレゼントするのがめちゃくちゃ好きで、なんかそういうのでお金を使ってましたね。なんか男気があるって言ったらあれなんだけど、やっぱ喜んでる顔が見たくて、ついつい買っちゃっててみたいな。あとなんか別にいいよみたいな、払うとか、なんかそういうのがあった。だからこれはもう偏見というか間違いです。貢いでもらいたい。だから今は夜の女性の方とかすごいこうお客さんからいろんなもの買ってもらったりしてて、おねだりできるというかね、そういうのが言えるってすごいなって尊敬してます。私もそういう風にこれ欲しい買ってって言える女の子になりたいなっては思いましたね。実はもう結婚していて子供もいる。いたらいいな。そんないたらいいな。私口うるさいほどに最近結婚したいって、もう口が開けば結婚したい子供欲しいって言ってるもん。本当に、なんかもうセンターまでね、リハビリのそのセンターまで行く道中が結構家族の方々が住むマンションがたくさん多くて、公園とかもあって、本当にファミリー層がたくさんいる地域を通るんですけど、私の場合土日とかも関係なくずっとリハに行ってるので、お休みの日にその辺りを通るその公園でさ、めっちゃ遊んでる子供たちとかを見てると、あーいいねーって思っちゃう。その朝早かったりするとお父さんがお子さんと一緒に散歩してたりしてるの見ると、あーいいねー、かわいいで、なんでこんなに子供かわいいんだろうなっていうのを見てる。
実は同性にしか興味がない。まあ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 別に興味が興味ある興味ないとかっていう話ではなく、女性の人に対してまあ綺麗だな、可愛いなとか、そういう思いはありますね。実際そのね、今いろいろこう LGBTQ とかそういうマイノリティの人たちもいろいろたくさん発信するようになって、私の友達でも結構同性が好きな子ともたくさんいるんですよ。だから全然そういう偏見みたいなのも全くないですし、可愛い女の子を可愛いって思うのもわかるし、全然なんかそういうのはわかりますが、まあ私は、まあ、恋愛対象としては男性かな。はい。年を5つごまかしている。それはどっちの方を言ってるんでしょうかね。上なのか下なのかどっちなんでしょうか。今年30になったので前役の年なんですよね。なので前役の役払いに行ってきました。結構、まあ、すっぴんでいることも多いので、すっぴんとかだと 5,60 代の方々とかにはやっぱ 24,5 とか、なんかまだ本当今年大学卒業するんですかみたいな感じのこととかも言われる。でも今時の人たちって大人っぽい人たくさんいるからね、もう年齢とかわかんないよね。まあ、どっちかといえば老け顔だっては言われてた方なので、今やっとこう年齢と顔が一致してきてるのかなとは思ってます。これやばかった。やっぱ思ってたって思ったんだけど、実は顎のこと気づいていないってさ、これしゃくれてるってことなんだろうね。これね、そうなの。なんかね、骨格上しゃくれてるわけじゃないんだけど、噛み締めがすごいとここの筋肉とかここら辺の筋肉が発達しちゃって出てくるんだよね。だから骨格上じゃなく筋肉の問題で顎がこうグッと出ちゃってたりするんです。で、あと歯に関してはちょっとまた別の動画で撮ったので見てほしいんですけど、この前矯正の相談のために歯医者さんに行ってきたんですけど、ちょっとそこで衝撃的事実を知ったので、まあしゃくれっぽいっちゃしゃくれっぽいっぽいっていうか、まあ、しゃくれじゃしゃくれなんだよね。そう、顎、まあ、でもこれがだから骨格がこうなってるわけではないから、あんまり出ないように出ないように噛み締めしないように、ここの筋肉とかを緩ませてあげるっていうことは大切だなって思いながら、たまにほぐしてもらったりはしてますけど、やっぱわかるよね。嫌なんだよね、しゃくれてんの。すごいすごい時ある。ほんと車椅子体型になっているの気づいてない。これはお腹のことを言ってるんですかね。お腹が出てるということを言ってるんでしょうかね。いやマジでさ、腹ね、やっぱり出てるんだけど、でもね、実際立ってみるとそんなんでもないの。だから、なんちゅうんでしょうね。あの、腹より背中の方がやばい。背肉とか、あと横の肉付きが良くなって、あの、使わなくなってきた分、出てきてはいますが、今一生懸命また減らそうとしてるんです、夏に向けて。ほんとでも減らそうと思えば減るんだなっていうことにもう気づいたから、車椅子体型ならないように頑張ります。ご指摘ありがとうございました。本当実は吉本興業に入りたい。どういうこと、マジで。あんまりお笑いセンスみたいなの私この動画で出したことはないと思うんだよね。なんかどっちかっていうと、なんか実は根が暗いみたいな、なんかそういうことを書いてたのもあった。友達同士といればそれお笑い担当じゃ言えばお笑い担当だし、昔もどっちかっていうとお笑い担当であったけど、なんか年齢を重ねるごとにそのギャハギャハギャハみたいなのがあんまりならなくなったかな。家にいて一人でアハハハハってなってたらやばいよね。だからその初めてこう YouTube 撮る時もさ、一人でカメラに向かってテンション高く喋るっていうのが無理だなって思って、まあ、いつもの自分のテンションで喋ろうって思ったのもあったりして、
お笑いね、でもお笑いに走った時もあったよ、そりゃなんかもうそれはもう世に出せない、友達同士で楽しむようなネタでお笑いしてることもあった、はい、お風呂上がりに全裸で過ごしてそう、すごい当たってるっていうか言ったことあったような気もするけど、基本裸族なんですよ私、裸族でいるのがすごい好きで、まあ、怪我する前とかマジめっちゃ裸族だったけど、さすがに急な訪問者が来た時に、怪我する前だったらサササササって服着れるけど、怪我してからはすぐ服を着れないからまあ着るようにはなったけど、でも極力入れるなら裸族というかね、まあ何も着ずにいたいっていうのはあります、福岡の家にいるときは風呂上がりは、まあ、それこそ服着るのめんどくさいからバスローブでね過ごしておりますよ、はい、おすすめ、まあ、こんな感じでどんくらい喋ったかなまだまだたくさんいただいたんだけど、なんか偏見のジャングルにいそうとかねやばいじゃん、もうやばいやばいやばい、まあ、みんなが抱いてるそういう私への見方っていうのが、あ、大喜利っぽいやつに答えてるだけだったけど知れてよかったですね。こう私の場合カメラマンさんがいないというかマネージャーさんがいるわけでもないし、基本的に自分でカメラを回して、それで自分でカメラの前に喋ってるっていうのもあって、こうふとした瞬間とかっていうのを撮ることが全くないんですよね。でもなんかよくそういうふとした瞬間がその人の素をこう撮ってることって多いじゃないですか。なんかそういうのも本当はなんか撮れたら面白いんだろうなとか思う、もうちょっと親近感湧いてくれるのかなとか思うこともあるんです。なんかドッキリとかかけられたいなとか、あのテレビ番組見ててもさ、いいよなドッキリってどういう感覚なんだろうなとか、なんかすごい思うこともあります。まあ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 、できるだけいい偏見をね、これから持たれるように行動していかなきゃいけないなと思います。みんなこれどういう風に締めてんだろうな。まあでもこんな感じで、なんか皆さんからこういただくコメントに対して答える動画っていうのもやっぱり面白いなと思うので、またなんか偏見じゃなくて質問コーナーとかね、やっていきたいと思いますので、その際はどしどし質問いただければ嬉しいです。はい、ということで、今日の動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。